突然ですけれども、あなたに嫌いな人はいますか？はい、空波はいますこれ嫌いな人がいねえっていう人はね、多分いないと思うんだよね。みんな本当に嫌いな人間っていうのはね、こいつは嫌いだな、こいつはどうしてもダメだなって、どうしてもいると思うんだよね。まあそれは仕方がねえことだよ。だって人間って生き物だもん生き物だもんね。はい、今日はね、こちら忍者650で、はい、青山高原に、来ておりますけどもね。まあ本当にね、大人になってもね、子供の頃からもいっぱいあったけどもね、大きくなっても、そしてこうやって年食ってね、ジジイになってもね、まあやっぱり人間の好き嫌いっていうのは、なくならねえもんだよね。まあこれに関しては仕方がねえとは思う。はい、でまあそうだな、若い頃はそういったことでね、こう一発に悩んでみたりともね、してみましたけれどもね、まあ最近はそういう悩みもまあなくなったかな。はい、ということでね、皆さんの中にもね、もしかしたら、嫌いな人のことで、悩んだりね、心を痛めたり、してる人もいるかもしれません。はい、今日はね、そんなことで、人の好き嫌いについて、はい、そういったようなことを、話していけたらなというふうに思います。皆さん、先ほども言いましたけれども、嫌いな人っています？嫌いな人、いるよね。でもこれどうだろうな、嫌いっていう中で、どうだろう、本当に、虫唾が走る、はい、っていうような、いわゆる本当に嫌いな人と、自分とはこう馬が合わない、はい、相入れない人、はい、これの区別ってちゃんとついてますか？はい、ここの、ね、区別なかなか、ね、難しいんですよ。はい、そうですね、まあ、空波的にはね、例えばですけれども、ある程度ね、相手のこと言ってることは分かったりするんですよ。分かったりするし、理解もできる、はい、でも、それは自分の考え方、自分のやり方、そういったものとは、違う、はい、そういう人っていうのは、僕は馬が合わない、もしくは、なんていうのかな、まあ、相入れない、とは思いますけれども、嫌いじゃないですね、はい、嫌いじゃないです。でそういったような、人の、なんていうのかな、こうやり方、考え方、それは自分は同じようにはできないけれども、それはまあ尊重できること、はい、だと思いますし、結構ねそういう人ってね、例えば仕事上とかでも、付き合いが、あるんですけどもね、意外にねその人のやる仕事っていうのは、僕は結構リスペクトできるんですよね。僕とは違うやり方ですけれども、結局結果としてね、結果を出してる、はい、それ、そうである以上、そのプロセス、踏んでいくプロセス自体は、僕とは違うけれども、同じように結果を出しているんであれば、僕はそのやり方とか考え方っていうのは、ありだと思いますから、まあ、彼のね、やり方、彼自身の存在、そういったようなものを、こうなんていうのかな、毛嫌いするというようなことっていうのは、まあ、正直ないです、はい、ただ、やはり、そこはね、僕も人間ですから、人間的にこういうのは嫌だよね、こういうのは許せないよね、こういう人間にはなりたくないよねって、いう人っていうのも当然、いるわけですよね、はい、これは本当に嫌いな人という意味で、分類されると思うんだけれども、こう例えばだけども、まあ、俺今身近にいるやつで言うとね、まあ、例えば、こうなんていうのかな、こう A さん、はい、A さんの A さんっていうのが、まあ、A グループだったとするよね、A グループ、はい、A グループと A さんの中では、A さんのことをよく言うんだよね。で仲良くするんですよ、はい、仲良くなるようなことを言って、まあ、おだてるというかね、持ち上げるというか、はい、そういったようなことを言うんですけども、その人はねそれだけだったらいいんです。で、B さんっていう人、その A さんの A グループと対立する、まあ、相入れないっていうのかな、そこは相入れないなんだろうね、はい、で、その
その B さんの B グループにいるときは、B さんのよいしょをするわけですね、はい、B さんに、近づくようないいことを言うわけです、はい、でもねそれだけならね僕いいんですよ、うん、それっていうのは、単なるなんていうのかなある意味、こう自分がね、その環境で生き延びていく術だと思うんですよね、どちらにもいい顔をするっていうのは、はい、だから僕はそれ自体は、否定しません。否定しないけれども、僕がそいつを嫌いなのは、A さんの方にいるときには、その B さんとか B グループのことを、ボロカス言うんですよね。 A グループとか A さんに、の中にいるときにね。で、はたまた、今度、B さんと B グループにいるときには、今度は、B さんと B グループを褒めたたえつつ A さんと A グループをボロカス言うわけですよね。まあ僕こういうのはね、やっぱりね、大嫌いですね大嫌いです。ぶっちゃけと思いますねはい、まあ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 いいでしょう、はい、で例えばあとはねそうだな、まあこう誠意のない人で、誠意のない人ほど、自分の誠意っていうものを信じてんだよね。で、誠意なんてかけらもないくせに、こう一生懸命、誠意を見せようとしてくる。で、裏ではそのなんていうのかな相手に対してね、こう誠意を求めているくせに、自分もね誠意を出してるからないんですよ。ない誠意を、あるように見せかけて相手から誠意を、引き出していながら、いつでも相手のことをぶん殴れるように、手の後ろではトンカチを持ってるようなやつ、はい、こういうやついます、はい、特にこういうようなやつが、何かね、そう団体とグループのリーダーをしてたりだとか、はい、それとか、会社とかね、はい、お店の経営者だったりとか、そういったような時になったらもう目も当てられませんねもうそういうやつ俺大嫌いですね、はい、それからそうだな、あとは俺が今大嫌いなやつっていうと、悪意の塊、はい、悪意の塊なんですこいつ悪意の塊なんだよ。で俺もねある意味悪意の塊っていう部分はあると思うよ。で悪意の塊っていう部分はあると思うけど、俺はぶつけるならストレートのぶつけるよ悪意を。で、まあそれで相手がね怒ってきたら、まあ受けて立つよだけど、俺の嫌いなそいつっていうのは、なんていうのかな、明らかな悪意をしっかりと自分の中で持っていて、相手に対して、ぶつける。でそしてぶつけた相手が確実に、自分からの悪意だと気づくような、言い方もしくは伝え方をするんですね、ただ、それをごまかして使えるんです。決して、その本人、以外、本人とか本人に近しい一部の人は分かるかもしれないけれども、ほぼ大多数の人は、分からないであろうということをとぼけてわざと変化球で、人の急所を狙ってくるようなやつがいるんですね。はい、これも本当ね、もうだと思いますね。はい、なんでそんなに人に対して悪意を向けるのに、そんなに自分を守りながらね、盾で防御しながら石投げてくんだって話ですよ本当に卑怯だと思うね。はい、ただそういったようなやつらっていうのはね、大体同じね場所であったり同じグループに集まってくれるんでね、まあ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 無害っちゃ無害だというふうに、思いたいんだけどね。はい、まあでもね、それでも僕に対する悪意っていうのは、ぶつけてくるやつらもいますからね。はい、まあうざいっちゃうざいです。はい、でもね、そうだな、皆さんもそういったような感じでね、本当に、この世の中には嫌いなやつ、っていうのはねいると思います。もう虫唾が走ると顔も見たくねえといるよね、いると思うけども、実際ね、まあ、俺こう53年生きてきてそういった人間関係の中で思うのは、人間っていうのは、結局ね、どんなに、なんていうのかな、努力したところでね、まあ、頑張ったところでやっぱり1割の人間、まあ、1割から2割の人間っていうのはどうしても嫌いなやつっていうのはできるんだよね。
まあ、俺の割合は俺だよ。俺はだいたいそのぐらい、10人に1人ぐらいはこいつ嫌いだなって思うようなやつがいるんだよね。うん、いる。で、逆にね、その、まあ、自分がどんな風に頑張って、見せようが頑張って見せまいが、自分が好きになる人っていう人が、これも同じぐらい一定数、1割ないし2割いるんですよ。うん、でここの部分っていうのはね、もう不動です。はい、ほとんど不動、ですので、こう例えばね、まあ、嫌いな人をなるべく作らないように、嫌いな人も好きになるように努力しようって、あの俺もね頑張った時期ありましたよ。頑張った時期あったけど、あのそれはねはっきり言ってあまり意味がない。もう嫌いな人をどんなに好きになろうとしても、好きにはなれないっていうか、むしろその自分自身をのね感覚として嫌いだっていうのがあるんで、それを否定してしまうことになるっていうことは、これ自分自身の感情を否定してしまうことになるんですよね。でそうすると結局、自分が崩壊を起こし始めます、それをやり始めると、うん、なんで、嫌いな人は好きになろうとしちゃダメだと思います。もう嫌いな人は嫌いなままでいいんです。はい、ただ、自分が思ってた、こと、例えばその人のね、嫌いになった原因がある言葉であったり、ある態度であったり、そういうことを一時に、よってね、そういうふうに印象が思っていたことが、その誤りだった、もしくは誤解だったというふうに分かったときには、当然、もう一度再評価、して、見るべきだとは思いますよ。はい、あのそこはちゃんとやらなきゃダメだとは、自分自身も思ってます。うん、でも、本当に、もう正体見たり、正体が見えちゃったっていう場合は、これね、もう好きになろうとしても無駄ですし、好きになろうとするっていうこと自体が自分自身の精神にとって害なんですよね。害なんです。で、逆に言うとね、自分が好きな人、この人好きだな、この人大好きだなって思う人っていうのは、大概嫌いにはなれません。はい、これも、その嫌いっていう場合とね全く同じなんですよ。うん、これはね嫌いになろうとしても、自己崩壊を起こしてしまいます。はい、ですので、世の中のその例えばね、1割とか2割ですので、最大値にマックスに振ったとしても、まあ、10人いたら、2人は嫌いです。で、あの2人は好きなんですよ。で、そうすると、じゃあ残りの、まあ、6割ですね。はい、6割の人、ここは何かっていうと、ここはどっちでもない人なんですよね。むしろ、まあ、よく取るんであればどちらにもなれる人なんですよ。うん、で逆に言うと、ここの割合が一番多いんですね。でもし人を、好きになろうとするのであれば、もしくは、人を嫌いになろうとするのであれば、あのここの人の中から、選ぶのがやっぱり正しいかなと思います。なん で、まあ、人の、ね、好き嫌いを決めるときに、一番この、まあ、どちらでもない人を、まあ、あの好きになろうと努力するっていうことは、これは全く無駄じゃないんですね。はい、ここは、やっていくべきかなというふうに思います。うん、まあ、これね、あの言っちゃうと、YouTube のチャンネル運営も全く同じです。同じなんですよこれ全く。例えばですけれども、そらなめチャンネルのアンチの人、はい、アンチの人に、そらなめチャンネルを好きになってもらう、あの好きにさせるっていうのは、これは並大抵のパワーではできません。はい、というか、まあ不可能に近いです。で、こんなことをやるぐらいだったら、まあ、あの見てやってもいいし、別に見なくてもいいやっていう中間のね、どちらでもない人っていう人に、こうよくした方が絶対いいんですよね。はい、あのその人もしかしたらそらなめチャンネル見てくれるようになるかもしれません。はい、ですので、逆に言うとアンチ、いわゆるアンチっていう人は、むしろもっと嫌いになってもらった方がいいんですよ。わかります。はい、そらなめチャンネルをのアンチの人は、もっとそらなめチャンネルを嫌いになってもらうように僕はなってもらっていいと思うし、そういう対応してもいいと思ってます。はい、であるとその人は、もっとなんていうかな、そらなめチャンネルさらにアンチになって、いろんなところでそらなめチャンネルの悪口であったりとか、そういったようなことを書いたり言いふらしたりしてくれます。でそこで、そらなめチャンネルっていう名前を売ってくれるんですね。良きにしろ悪きにしろ、で悪いよって言われた人、あ悪いんだろうなって、で見てくれるんですよ。見てくれるってことが大事です。はい、あので見てくれた後は、その人の判断じゃないですか。でその人がもし、空波チャンネル最悪だ最悪だって言われたけど、見てみたら、あ、まあ、別に意外にもしかしたら、あのちょっと何回か見てみようかなと思うようになってくれる人だっているわけですよね。その宣伝効果たるや、非常に大きなものがあります。
はい、ですのでソラナミは普段からアンチというのは、最大のね、本当に、広告塔でありまして、さらに、貴重な収入源で、あるというね、ヒカキンさんだったこれの言葉というのは本当にその通りだなというふうに思ってます。まあこれですので人間関係も、同じなんですよね。まあ嫌いな人っていうのは、別段嫌いな人に気に入られようとしたところで無駄ですから意味がないことです。で嫌いな人っていうのは別にそのままあの嫌いでいてもらって結構ですし、本性を見ちゃうとさ、本当に、うえーって、もう吐きたくなるようなあの本性を見ちゃった場合にね、その人を、もう好きになるってことはもうほとんど不可能だと思うんだよね。はい、これはもう人間ですからもうしょうがないと思います。でそういったような人を、好きになろうと努力したところで、変わってしまうのは、相手を変えることなんて絶対できないからね。でも結局自分って変わっちゃうんですよ。自分の意識って、これ一瞬でも変えられますからね。で結局すごく嫌いなおえーっていう人を一生懸命好きになろうとすると、気づくとこれ自分が変わってますよ。はい、大概そうなってます。そうなった人僕何人も見てます。はい、この人は、もともとはああいう人が嫌いだな、ああいう人が嫌いだなってずっと僕に言っていたのに、その人に合わせて、一生懸命、話を合わせてました。でそうすると気づくとね、その人もともとはねいい人だったんだけど、その嫌いだ嫌いだってこういう人だけにはなりたくない、こういう人のようには、したくないと、言ってたような、人とね、これね全く同じことをするようになってます。はい、これはねもう旗から見ててねもう笑っちゃいますよ。はい、そういったような人もね何人も見てますので、はい、どうでしょう皆さん、今まで、無駄な努力をしてた、俺してたなって思った方いませんですか？もしくは、そういったようなことをして、あそういえば俺、そういう感じでこう汚染されて、ちょっとひどい考えに染まったことが、あったなって思った方もしかしたら、いらっしゃるかもしれませんけどね。はい、どうせね、本当に、嫌いうえーって思った人間は、好きになったところで、仮にね好きになったところでそれは相手が変わったからじゃないですからね、自分の受け入れ方が変わっただけですよ。